私はパニコ、35歳。産婦人科医の夫と3歳の娘のパニミと暮らす専業主婦です。パニミ、パパ、ご飯ができたわよ。はーい、運ぶの手伝うね。あ、俺も手伝う。今日は冷やし中華か。うまそうだな。パパ、知ってる？冷やし中華って実は日本発祥の料理なんだよ。昭和12年、仙台で生まれたんだ。へー、パニミは本当に物知りだな。パニミは本が好きで、3歳とは思えないくらい博識なのよね。愛読書はパパの部屋に置いてある医学書なんです。優しい夫と賢くて可愛い娘がいて、私はとっても幸せよ。だけど5年前は毎日最悪だったな。実は私はバツイチなんです。当時一緒に暮らしていた夫の名前はたかし。面倒くさがりなところがあるけど、優しい人柄に惹かれて結婚しました。ただ、夫婦になって1年経っても、なかなか子供を授かれなくてね。近所に一人で住む義母からよく、こんな電話がかかってきました。ちょっと、孫はまだなの？ご近所の奥さんがみんな孫自慢してるのに、私だけいつまで経ってもできないじゃない。あんたのせいで、仲間外れよ。さっさと産みなさい、まったく。たかしにも同じような電話が毎日かかってきていました。ある日、二人で夜ご飯を食べている時も。もしもし？は？いい加減孫の話するのやめろよな。大体、俺のせいじゃないって。不妊症なのはパニコなんだから、俺にはもう電話かけてくるな。たかしはそう言って電話を切ると、私にこう怒鳴りました。たく、お前のせいで母さんにガミガミ言われて、最悪だよ。こと言ったって義母の言い草はムカつくけど、たかしには申し訳ない。結婚する前からたかしは子供を欲しがっていたし、不妊症なのは私の方なんだろうなって思うから。実はね、私結婚してから月のものが安定してこないんです。たかしのお給料が安くて、パートを掛け持ちしながら家事も全部やっていたから、忙しいのとストレスが溜まっていたのが原因かもしれないけどね。不妊検査を受けるにもお金がかかるし、受けたところで治療するお金はうちにはありません。ちなみに自分のストレスの大半が義母から孫はまだかとせかされることが原因だとも思っていました。だからなるべく義母からの電話に出ないようにしていたんですが、そうすると義母は家に押しかけてくるんです。なんで電話に出ないんだってすごい勢いで怒られるのよ。義母はたかしにも電話で孫の催促をし続けてね。そのせいでイライラしたたかしの私に対する態度は日に日にひどくなっていきました。あれ、たかし出かけるの？今日仕事休みなのに。うるさいな、お前の顔を見たくないんだよ。休日にいつも出かけるだけでなく、たかしは平日の仕事の後帰る時間も遅くなり、私たちは一緒に住んでいてもほとんど顔を合わせることがなくなったの。会話もほぼなし、寝室も別々になりました。でもね、不思議とこの頃から義母に孫はまだかって言われることがなくなりました。いい加減孫を諦めたのかもしれないとも思う一方で、あんなに孫を欲しがっていた義母が簡単に諦めるものかと違和感を感じていました。そんなある日のこと。ハニコ、話があるんだけど。平日いつものように遅く帰ってきたたかしが珍しく私に話しかけてきました。え？離婚してほしいんだ。話があると言われて離婚を切り出されるとは思っていました。だけど私はできれば別れたくなかったの。たかしとの楽しい記憶が私の中には残っていましたし、義母からこの頃孫はまだかって言われることもなかったから、私の不妊症の原因がストレスによるものならまだ治る可能性があると考えたんです。ねえ、もうちょっとだけ待ってもらえない？あなたが子供が欲しいのは分かるんだけど。しばらく私はたかしに考えを改めてほしいと説得し続けました。でももういいって。こうなったら母さんに相談する。
なんでお母さんが出てくるの？うるさいな、もう寝る。そうしてたかしは自分の部屋へ行ってしまいました。その翌日の夜のこと。ただいま。あ、おかえり。 あれ、お母さん。こんばんは。あ、こんばんは。あの、そちらの方は？義母の隣に若い女性が立っていたの。はじめまして、私アイナって言います。21歳です。はい。アイナちゃんね、とってもいい子なのよ。私のこと美人だって褒めてくれるのよ。いい子よね。だって本当に美人なんですもん。あら、やだ。もうアイナちゃんとはね、何ヶ月か前にカフェで知り合ったの。私が落とした財布を拾ってくれてね。アイナちゃんのご両親、鬼のような人たちらしくて、アイナちゃん家を追い出されちゃったんだって。かわいそうでしょ。だから今アイナちゃんはうちに泊めてあげてるのよ。それでタカシはアイナちゃんと再婚するから。は？アイナちゃんもタカシのこと気に入ってくれてね。パニコさん、タカシと別れたくないってダダこねたんだって。亡くなったお父さんの遺産で慰謝料くらい支払ってあげるから、さっさとタカシと別れて。ごめんなさい奥さん、私もうタカシさんとラブラブなんです。アイナさんは私に見せつけるようにタカシの体に自分の体を密着させました。そしてタカシは私にこう言ったの。不妊の役立たずとは離婚だ。俺はこのアイナちゃんと再婚する。お前はさっさと消えろ。突然のことで動揺した私、それと同時に怒りと虚しさがこみ上げてきました。私はさっさと自分の荷物をまとめ、義母に突きつけられた離婚届にサインして家を出ました。私の実家は遠方にあり、明日も明後日もパートが入っています。職場に迷惑をかけるわけにもいかないし、しばらくウィークリーマンションで過ごしながら今後どうしようか考えることにしました。ただあんなことがあって精神的に落ち込まないわけもなく、しばらく眠れない夜を過ごしていたの。食欲もなくてね、パート先の人たちに心配をかけるわけにはいかないので無理やり笑顔でいたけど、心はボロボロでした。間もなくして私に義母からあなたの口座に慰謝料を振り込んだとの LINE が入りました。銀行に行って口座の中身を確認した私はさらに強い虚しさを覚えちゃったのよね。ウィークリーマンションに帰る途中、産婦人科から幸せそうな妊婦さんとその旦那さんらしき人が出てくるのを見かけて、私はその場に崩れ落ちちゃいました。その時です。大丈夫ですか？妊婦さんを見送っていたお医者さんが私の方に走ってやってきて声をかけてくれたんです。ごめんなさい、大丈夫です。あれ？あれ？もしかしてパニコさん？ヒロムくん。このイケメンの男性ヒロムは中学の時のクラスメイトで、3年間一緒に学級委員をやっていました。懐かしい。元気にしてた？あって、ごめん、元気ではないみたいだね。あ、いやいや、そんなことはないよ、元気だよ。涙を拭いながら作り笑いを浮かべた私だったんですが、ヒロムはじーっと私を見ながら悲しそうな表情を浮かべていました。あのさ、今晩よかったら一緒にご飯食べない？え？ヒロムは胸ポケットに挟んでいたペンを握り、メモ帳を取り出して何やら書き始めました。そして、これ、俺の電話番号と言いながら私にメモを渡したのよ。夜の7時に仕事が終わるから電話して。じゃ。ヒロムは昔から面倒見がすごく良くて、辛そうな人を見ると放っておけないタイプなのよ。一人でいると嫌なことを思い出しちゃうし、その夜私はヒロムと一緒にご飯を食べたんです。ヒロムはあえて私に泣いていた理由を聞きませんでした。おそらく辛いことを思い出させないようにしてくれたんでしょうね。それからです、私たちがよく会うようになったのは。ヒロムと一緒にいるとタカシや元義母のことも忘れられたし、本当に楽しかったわ。
それに私はヒロムのことを心から尊敬するようになりました。ヒロムって中学の時も産婦人科医になりたいって言ってなかった？夢を叶えたんだね。うん、俺12歳の頃に弟が生まれてね、その時出産に立ち会ったんだよ。感動しちゃってさ。それで産婦人科医になるって決めたんだ。男性の産婦人科医って患者さんが不安に思っちゃうことも正直あるだろ。だから大変なんだけど、命が生まれるその瞬間に立ち会わせてもらえるってすごいことだよね。未だに毎回感動して泣きそうになっちゃうんだよ。ママたちはすごいよ。痛い思いしてさ。あ、どうしたのパニコ。ごめん。この時私が泣いてしまったのは、ヒロムの温かい心に感動したからと、自分が不妊症だからママにはなれなくて悲しかったから。この後私はヒロムに、タカシと元義母にされたことや、自分が子供を産めない体だということを話しました。なのにヒロムはこんなことを言ったんです。パニコ、俺と結婚を前提に付き合ってくれないかな。え、あ、でもいいの？子供好きなんでしょ？俺パニコのことが好きなんだもん。それに不妊かどうか決めつけるのはまだ早いよ。もしパニコが子供が欲しいなら二人で治療を頑張ろう。俺が協力する。ありがとう。こうして私たちは恋人同士に。彼の住んでいるマンションに引っ越して半年後、籍を入れてすぐ私は不妊検査を受けました。ところが検査の結果、私は不妊症じゃないってことが分かったのよ。そしてタカシと離婚してから5年経ったある日、とっても面白いことが起こったんです。あれは私とヒロムとパニミが買い物へ行った帰り。パパ、ママ、あの公園のブランコで遊びたい。いいわよ、気をつけて乗りなさいよ。あ、あれ、パニコじゃね？ん？ゲッ。そこにはなんと、タカシとアイナさんがいたんです。さらに二人の後ろには、元義母とパニミと同じ年頃の男の子が手をつないで立っていて、元義母はその男の子にデレデレな様子、目尻をこれでもかって下げて男の子に笑いかけていました。なんだ、やけになって子連れ男と再婚したのか。いくらイケメンの旦那とはいえ哀れだな。他人の子を育てるしかないなんてさ。俺はお前と別れられたおかげで実の子と暮らせて幸せだわ。はあ？ねえ、あの人ってもしかして前の旦那さん？なるほどね。そこでヒロムが鼻で笑ったのよね。どうしたんだろうとは思ったけど、そんなことより私はタカシの言い草にイライラが爆発しそうで。てかこの子、私と夫の子供だけど。あ？なわけあるかよ、不妊症が。嘘つくなって。嘘じゃありません。でも今となってはあなたとの間に子供ができなくって本当に良かったわ。あんたと家族とか我ながらよくやってたなって思うわ。はあ、ふざけんなよ。俺はな、嫁と子供と幸せなんだよ。本当にそうかな。真実を知ってもそんなことが言えるとは思えないけどね、アイナさん。ヒロムはなぜかアイナさんに笑いかけました。え、知り合い？知り合いっていうか。ダメ、言わないで。今さらよその男の子供とかバレたら困るの。うちの子は別の男の子供なんかじゃないんだからね。は？え？おっと、俺は何も言う気なかったのに。患者さんの個人情報だからね。おい、アイナ、別の男の子供ってどういうことだ？そこで私はもしかしてって思ったのよね。私不妊検査受けたんだけどさ、不妊症じゃなかったの。ということはもしかしたらタカシの方が不妊症だったんじゃない？そんな俺が不妊症なわけないだろう。自分が不妊症じゃないって根拠は？いや、根拠は別に。一度検査した方がいいですよ。不妊検査はもちろん DNA 検査もね。な、そうだろ。アイナちゃん、どういうことよ。
この子は私の孫じゃないの？なあ、もうめんどくさい。そうよ、たかしの子じゃないわよ。あんたの上司の子よ。よく家に来てたあいつ。あの上司くどいたらデートしてくれてさ、たかしよりお金持ちだし、子供できたからあんたから乗り換えようと思って結婚してって言ったんだけど、あの人私とは遊びでとか言いやがって断ったの。だから病院まで強引に連れて行って、先生にも結婚しろって説得してもらうようお願いしたの。子供の父親はあんたなんだからって。でもこの先生、できませんとか抜かしやがってさ。それはそうですよ、自分はそこまで介入できません。それでムカついたから病院変えたの。そんで仕方ないからたかしと夫婦続けることにしたのよ。なんて女なの。あんたにだって夢見させてあげたんだからありがたく思え。養ってくれる相手が見つかれば誰でもよかったの。適当におだてたら母親のあんたも勝手に私のこと可愛がり出してくれたし。だけどそこの元嫁に慰謝料支払って、私とたかしが結婚してからはなんかしょぼくなっちゃって、羽振り悪くなってさ、たく最悪よ。はあ？あんたのせいでお金がなくなったんでしょうか。金をくれなきゃ離婚して孫に会わせないようにしてやるとか言いやがって、私に家事も全部押し付けて、ふざけんじゃないわよこの。いってててて、何すんのよ、痛いじゃないのよ。こうしてやる、レアー。なあ、痛い、この野郎、仕返しだ、ラー。痛い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 。あらな、二人とも取っ組み合いを始めちゃって、アイナさんの息子さんも泣き出してかわいそうなので、とりあえず私は警察を呼びました。そばではたかしがボロボロ涙をこぼしていたわ。ご愁傷様。まもなくして警察が到着。ブランコで遊んでいたパニミが異変を感じてこちらにやってきました。ママ、何かあったの？なんでもないわ、帰りましょう。だね。あとは警察に任せることにして、私たちは公園を後にしました。その後、3人は揉めに揉めて、たかしとアイナさんは離婚、子供は地方に住む両親が育てることになり、アイナさんはどこか離島の住み込み工場で仕事をしながら借金を返しているわ。義母は孫のことがショックすぎて精神をおかしくし病院へ。たかしはその面倒を見ながら仕事をしているそうですが、本人のショックも相当のものだったから、そのうち2人とも病院のお世話になるかもね。たかしの上司も不倫がバレて奥さんとは離婚。今じゃ慰謝料と養育費の借金でアルバイトの掛け持ち生活なんだとか。さて、一方の私はというと、ヒロムとパニミと幸せな毎日を送っています。つい先日パニミが幼稚園に入園したんですけど、幼稚園から家に帰ってきてすぐパニミが私にこんな話をしてきたの。ママ、今日ね、みんなにヌクレオチド配列について教えてあげたんだ。ヌクレオチド？ヌクレオチド配列、 DNA はね、ヌクレオチドっていう基本的な単位がつながった分子で。パニミ、ママちょっとついていけないかも。パパならわかるんじゃない？そうね、じゃあパパと議論してこよっと。賢い子に育ってくれたわね。ま、母としてはパニミが元気でいてくれればそれでいいんだけどさ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。